エッカーンフェルデの戦いは、第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争の間の1849年4月5日に、発生した戦闘である。1848年、シュレースビヒ公国で内戦が勃発した。エッカーンフェルデ氏は、急速に、シュレースビヒホルシュタイン公国の支配下に入った。1849年4月5日、戦列艦、クリスチャン発生。 小型機装艦、ガイザー及びヘクラから構成される艦隊がエッカーンフェルデ1に進出するとエッカーンフェルデはデンマーク王国軍の上陸作戦の目標となったのである。当初、ドイツ連邦軍の指揮下でベルナーフォン・ジーメンスにより沿岸に配置された16門の大砲を装備する2個の砲兵隊はいずれも闘病した艦隊を射程に収めることができなかった。 4月5日、デンマーク王国艦隊は、風向きが悪かったにもかかわらず、街を攻撃した。その際、クリスチャン・ハッセイとゲフィオンは、ドイツ連邦の砲兵隊から砲撃された。湾内では、艦隊の送還は困難だったのである。一方、ルートビヒテオドアプロイサー指揮下の砲兵隊は、ゲフィオンの描作を撃ち抜くことに成功する。これによって艦隊は、さらに、 ドイツ連邦の砲兵隊の近くに流されることになった。領海は、操舵不能になるまで射撃を受け、降伏に追い込まれた。降伏後、クリスチャン発生は爆発するも、その原因は、ついに完全に解明されなかった。なお、この時点で上院の大部分は、陸に逃れて救助されていた。脱砲された、ケフィオンは修理の後、エッカーンフェルデと解明されて、 ドイツ連邦海軍に編入された。ザクセン・コーブルク・ゴータコ・エルンスト2世の名は、ドイツ連邦の部隊の指揮官として、ドイツの大衆に、他の誰よりも知れ渡り、エドゥアルト・ユリウス・ユンクマンと、ルート・ビヒテオドア・プロ・イサーも軍港によって、有名になった。この勝利は、公けを、エッカー・アンフェルデの勝者として、国民的英雄へと押し上げたのである。デンマーク王国軍の指揮官。 フレドリック・アウグスト・パルーダンは母国の軍法会議で有罪となったが国王フレデリク・七世の恩情によって3ヶ月間の軽度な城塞禁庫に減刑された。しかしそれ以後指揮権を与えられることはなかった。この戦いはセンセーショナルな事件とされたものの軍事的に大きな意義はない。シュレースビヒホルシュタイン領公国のデンマーク王国全体に対する反乱は2年目に。 入っていたが、そちらに及ぼした式への影響の方が重大であった。プロイセン王国とドイツ連邦が排除された後、シュレースビヒ公国とホルシュタイン公国は孤立し、戦争に敗れて独立を失った。ジーンシュス、大オーデンウントエレンズカンデクロスハートサーグトムズ、ルクセンブルグウントデヤマリジェンハートサーグトムズ、ナッソーインファガンゲンハイトウントギャガンバート、 バーラグデアザンクトパウルスダルーカー AG、ルクセンブルグ1990 ISBN2 から 879630487S142 から 143AB 14ゴフェクトフォンエッケンフーリダハットバーバラグラブマンプロウトセッサデアコンスタトゥーションコレクティーバーイーデンティテイトイムファーグライッシュ無声援インシャットロントウントバイエルンテクトムバーラグ2002 ISBN3 から82888から 444XS427 ありがとうございます。